ゴッドコンテンツ。すごいショートバージョンやった。ゴッドコンテンツ。ジングルかっていうの。これね、止まんない、これは。今あの、ゆで落花生ってご存知ですか、皆さん。ゆで落花生、これね、あのピーナッツです、いわゆる、うん、あれを乾燥する前に茹でるんですね、塩茹で、うん、そうするとすごく美味しいんですよ。やばいっす、マジで、うん、一回食べると本当にあの乾燥ピーナッツってあれ何なのかなってなりますよ。あ、要はみんなが普通に食べてるピーナッツが乾燥してあるピーナッツだってことなんね。そうそうそう、そうなんです、そうなんです。知ってた、ね、だからピーナッツの正解はあれじゃないんですよ。これなんだよ、塩茹で落花生、めちゃくちゃ美味しいです。めちゃくちゃ美味しいです。もう今日はいいや、この食いの画像で。一本20分ぐらいずっと食べてるって、ね。うん、実際にそれ出したらさすがにみんな引くんでしょうね。引くだろう。ね、引きますね。いや、それけどラーメンひたすら食ってるのを見てる人もいるからね。あ、そういうチャンネルであればいいんですけど、ああ、そうか、ゴーストコンテンツっつってファンキーさんの階段よしアップされたってなって見たらずっと食べてる。ほんとうまいんだよ、うん、美味しいんです。ぜひ食べてみてください。これはあれかな、真空パックとかで通販もやってんのかな、どっかで。これはあのそういうのじゃないですけど自分で茹でたやつですけど、うん、え、ある、 あ、 あるある、アマゾンとかでもあるのかな、分からんけど、楽天とかちょっと検索してみてください、うんうん、あるみたいですよ。アマゾンの落花生ってこんな一つもでかそうだよね。あ、そういうアマゾン、それは本当の密林のアマゾンさんとかじゃないですよ、うん。ゴーストコンテンツ、とうとう夏行っちゃったね。そうですね、夏やっぱ名残惜しいでしょう。いやー、夏っぽくないですよね、今年ね。うん、参った、うん、今年は参ったよ、本当にね、うん、こんなあの台風がすごくこう多くてとかさ、うん、雨降ることが多くてとかって言ってな、なんか夏があれだな、いまいちこうピンとこなかったなっていう年ってあるじゃない。あります、はい。そうじゃないんだよ、今年はね。うん、カンカン照りで、うん、ちゃんと気温も上がってて、うん、なのにどこにも行けないっていう、うんうん、行けないって言ってる人は言ってるんだろうけどさ、まあね、言ってる人を責めるわけじゃないんだよ、うんうんうん、そうです、いいんじゃない、ちゃんとそういうルールの中でね、うん、きちっとそれに乗っ取ってやる分には何にしたって構わない、そうですね、うん、とは思うんだよ、うん、だけどまあ欲してる部分が、俺の場合はその沖縄に行ってとかね、うん、あ、まあ、結局このままだと墓参りもできないで年末になっちゃいそうなんで、うん、そうですね、それはね、なんとか避けたいんだよな。あ、なんとか避けたいの。俺がね、うん、平成に入った頃だったかな、うんうん、あるお坊さんに言われたんだよ、はい、中村くんはちゃんとご先祖の墓参りだとか、うん、ちゃんと行ってるって言われたから、うん、墓参りですか、え、あの行ける時は、いや、行ける時って、行ける時じゃないんだよ、うん、墓参りは行こうと思って行かなきゃダメなんだよって。あ、うん、ね、こんなその階段だ心霊だっていうこんな話をやってるのに、うん、墓参りにも行ってないでね、うん、そんなものに手出すもんじゃないよって言われた。ああ、そうなの、うん、言われたんですね、うん、え、そっから毎年行くようになったんですか。うん、まあそれまでもその行ってなかったわけで、なんかね、ちょっとなんだ、なんか、なんですか、なんかね、なんですか、犬か猫かなんかの毛がこれにふわっとあるような感じがさっきからすんのよ。なんですかそれ。いないからね、もう今ね、うんうん、飼ってないですからね、うん、で、まあダメだ、これはちゃんと行かないとって言うんで、まあ以前に話したことあると思うんだけど、俺は北海道帰ったら3カ所のお墓参りをするので、うん、それを必ず欠かさずずっとやってた、うん、ね、なのに今年行けないって、これがねすごい引っかかってんだよな。あ、なるほどね、すんげえ引っかかってる。だから、うん、もしかするとどっかで何かのタイミングで行けるようになるんじゃないかなっていう淡い期待を持ってるんだけどね、うん、
なんかこう隙間がねスッと、うん、開くのがあるんじゃないですかね。ね、うん、そんなことだといいなと。うん、そのお墓参り今年行けないなってちょっとやっぱ 気にかかってるでしょ、うん、今ファンキーさん。それって、うん、行かないとご先祖様に失礼があってはとかそういうことじゃない何かこう使命感みたいなものってあるんですか。そうだね、それはあるな。あ、まず一つはね、うん、約束したんだよな、毎年必ず来るからって。ああ、お墓の前で、うん、ああ、そっか。そう、それを破ってしまうとやっぱ心苦しい。っていうのはご先祖さんたちは約束を守ってくれてるからね。ああ、なるほど。そうでしょ、平穏、その健康に過ごせますように、安全にね、過ごせますようにという、うん、うん、まあそこの部分を墓に行って手を合わすわけじゃないけども、うん、だけどそれを例えばその仏壇だとかお墓の前でもって、いやー小手さんどうかあの無事で過ごせますようにってこんなこと言うバカはいないわけ で、 でだけど心の中ではさ、やっぱりじいちゃんばあちゃんあの見守っててねってね、うん、いう気持ちってどっかに絶対あるわけじゃない、うん、そうですね、うん、だからそういったそのご先祖さんがその子孫である我々を守ってくださってるっていう、その一つのこう戦場にあるわけで今現在ね。だからこう無事に平穏、何もその病気もなしに来れてるわけじゃない、うん、まあ、怪我をしたとしたってその大難を湘南でこう済ませてもらってるというかさ、あ、うん、分あるわけだから、うん、だから最低限のやっぱりルールだからね、お互いにこう約束であるとかルールってのはこう持ちつ持たれつの部分があるわけだから、ただやってもらってだけど一方通行じゃダメなわけだよ。ああ、なるほどね、うん、あ、そういう気持ちなんですね、うん、あ、そう、なんとかだから行きたいなと思ってるけどさ、うん、行けるとね、いいですね、本当に、うんうんうん、約束がどうとか、ルールがどうとかっていう、せっかくそういう、おーっていう、なるほどな、うん、まあ、思ってくれる人がどのくらいいるか知らないけど、いや、います、います。そういう話をしたのに、はい、全く関係ない話をしたのに。あ、そうなんですね、うん、あ、それはそれとして。そうなんだよですね、スマクラっていうのはさ、はい、大概それになんかちょっとどっかこう関連付いてる紐付けがどっかあるもんなんまあまあ楽天でもそうですからねそうだよ、うん、導入でね、そう、うん、なのに全く違う関係のない話をするというのも一つゴーストコンテンツの、うん、ね、醍醐味というか。そうですね、なんかあるぞやっぱりなんだな、 どうしたんですか、なんかね、ふーっとこの辺にチラ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 っと触るぞ。おお、なんだろう。俺ほらあのゴッソをやって間もないからないんだよ、鼻の中には何も。あの固めて抜くやつ。そうだそうだ。そうだ。あれ僕もやってみたいんですよ、ずっと。絶対やったのよ。ね、面白そう、うん。びっくりすっから。やったことある人いるかな。いるでしょ、多分。なんだっけ、なんとかワックス。ベルギーワックス違うな。ベルギーワッフルでしょ。そうだ。あの私の父ベルギー人でございます、ね、ベルギーワッフル皆様ぜひ食べてください、うん、そうだよ、お父さんに何の関係もないけどね何も何のマージンも入らないです、うん、ゴーストコンテンツの T シャツができましたこれね、できました。今からの時期こう長袖に合わせるもよし、どうだ、ね、QR コード読み取れるかな、どうかなっていうね、かっこよがっぺよめ、後ろにはみんなで進んでいくんだぞ、本当に大事なものってこうなんだぞっていうメッセージを刻んでおります。出す、はい、動画概要欄からパウチューブストアに進んでいただいて、うん、ご購入よろしくお願いいたします。買ってきろ、パウチューブ T シャツ同時発売でございます、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。抱き合わせで、はい、ぜひお求めください。よっしゃゴーストコンテンツで、前にも話をしたことある、何かでその枕かなんかで話したのかな、それとも何かで書いたのかなと思うんだけども、うん、人と話をするときにさ、はい、なんかその人はこの人はそうか、この人こういう癖があるんだって思うのが如実に思う、その一つの癖の代表格って思って、何だか分かる？代表格、ああ、いや分からないです。いや変な話さって冒頭につける人いるでしょ。ああ、いますいますいます。俺これ大っ嫌いでうんうんうん、いますね、いるんだよ、うん、変な話なんか聞きたくねえよ、まあ、いい話持ってこいよってそう、なんか自分の話のハードルを下げるつもりなんですかね。そっ
なんかそういう効果を狙ってなんですかね。なんだろう、うん、なんかそうなのかしないけど、でもね、不思議だよな、ああいうのってさ、誰が言い出してどっから流行るんだ。あーね、ほんとそうですよ。俺ね、ほんとそういうの不思議だと思うんだよ。ね、すいません。もう、まあ最近はいくらか減ったのかなと思うけど、一時ね、どこ行っても、もう割と芸人さんだとかさ、タレントなんかも割と言ってたんだよ、そんなこと。いや、変な話しないって。だけど、もっとね、実はね、その、まあそれっていうのは一過性のものじゃない、どっちかっていうと。はい、なんか今流行ってるからって。で、もう一昔前で言うとこの、こう、語尾を上げる。喋り方、うん、半疑問みたいな。半疑問みたいな。うん、うん、うん。あります、あります。ね、だそんなのとかさ、うん。それってやっぱりなんか一つの流行りみたいなものがあって、いつの間にかそうやってこう使わなくなってくるじゃない。はい。だけど、うん、絶対これはね、一つの悪い癖としてあるのは、下打ちなんだよ。下打ち、下打ち。ああ。何かで、例えばね、テレビ見てても、なんか、事件、事故のニュースなんかを 見てるじゃない。するとね、うん、こう言ってさ、で、ね、見てる側がそう分かるんだよ、そのやってることは分かるの、うん、ね、その意味合いも分かるの、うん、まったくこんな事件起こしやがってとか、うんうんうん、ひどい事故だなとかいうことでね、うん、っていうのは分かるの、うん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 、だけどそうじゃなくて何か一つのこう、うん、話のさ、うん、こう足場にさ、自分に何かこう意のそぐわないところがあったりすると、うん、いや、そうじゃねえんだよねって。俺、それ大喧嘩になったことあるからね、つかみ合いの俺、それで。あ、そうなんですね。そう。何回も何回もその前にもやられてて、ずっと我慢してたんだよ。あ、うん、だけど、もうね、ものの5、6回目出た時に、うんうん、てめえ、下打ちこの野郎って。積もり積もってね。そうそうそう。そうすって、本人が指摘すると、うん、全然自覚ないんだよ。ああ、もう無意識で。全然自覚ないの。自分では、うん、下打ちなんかしてないよ、俺って言うんだけど、うん、散々してるんだよね。うん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 、この下打ちってのがね、はい、割とさ、誰が聞いても、うん、嫌なものじゃない、うん。不快ですね。不快でしょ、はい、ある日ね、うん、俺が、まあ、たまたま俺の友達のつてで、うん、一人の女性と知り合ったんですよ。その女の子っていうのが、女の子ったってそうだな、俺よりも5つ6つぐらい年下だった。俺まだその頃30そこそこだったから、はい、うん、まあ、34、5だったのかな、その子がね、うんうん、いや中村さん、実はね、この彼女なんだけども、今までこう、あまたのね、こう体験があるわけじゃないんだよって、うん、ね、あるわけじゃないんだけども、俺この間ね、彼女と一緒にあのご飯食べて、その時にね、ちょっとこう聞かされた話があるんだよって、うんうんうん、ね、それをね、ぜひちょっとちゃんとこう完全版で聞いてみてくれよって言われたわけ。おえ、そういう何、今日のこのあれなの、食事会なのって言ったら、うん、まあ、うん、そうだね。そうなんだ。そのぐらい聞かせたいんだよなって言って、その男が連れてきた、うん、ね、その彼女をね。うんうん、はい、あるその大手私鉄沿線の踏切のすぐ近く、線路のすぐ旗に立ってるマンションにその彼女と住んでた、ね、で住んでたっていうからには、まあ、今は住んでないわけだよね、うん、でなんかこういう線路絡み踏切絡みの話っていうとさ、うん、なんかすごく凄惨な話が多いでしょ。そうですね。だから、ああ、またそういう話なのかなと思ってたの、うん、そしたらね、まあ、自分がそのマンションに住むようになって、でその電車を使って仕事場に行くわけなんだけど、はい、自分が向かう側にの電車に乗るためにはその踏切を渡んなきゃならない、うんうん、だけどそのマンションから出て踏切と交差する道に出て踏切をこう待ってるわけじゃない、はい、ね、大概その踏切が閉まるってわけよ、近く行くと。これね、うん、都内なんかだと分かると思うよ。みんなその都内に住んでる人なんかだと、都内の踏切っていうと、普通にもう10分開けっぱなしってことないからね。ああ。ね、大概。それだけ頻繁に通る。頻繁に通るってことでしょ。うんうんうん、それで、自分がこう踏切を待ってたと。はい。そしたら、周りのその雑踏にね、混じって、何かがそのずっと遠くの方から聞こえてきたんだって。うん、それっていうのが、
ていうね、うん、なんだろうって思ってこう振り向いたら、もういかにもその今風のこう髪型をしたさ、今風の男の子が後ろからこうずっと近づいてくるんだって、うん、今風だってその当時だからね、うんうんうん、その子がその男の子が近づいて、自分の方に近づいていきながらで舌打ちをしてるんだよ、なんだろうこの子って思ったんだって、うんうん、感じ悪いっすね。それからっていうものを、うん、その彼女がその電車を使おうと思ってその踏切を通過しよう、またはそこをこう開くのを待ってようとすると、うん、必ずその子が現れるって言うの、後ろから。おーね、おーで本当にびっくりする時なんかはもうずっと近づいてくる、そのなんだろう、プロセスはなしで、うん、突然ここでってなったりこう聞こえたりする、うわびっくりしたって振り向くといるんだって。おー、ね、気持ち悪いですね。いや、なんだなんだなんだ、同じ時間に同じ道を通るのは分かる、うん、なんであんた毎回私の真後ろにいるのよって、うん、私その時思ったんですよ、うんうん、ね、ところがさ、うん、これだけの話だったら、はい、別にそのちょっとあちょっとこう心に闇を持った男の子なのかなっていう、うん、だけどこう済むわけだ、うんうん、で正直俺はその彼女からその話を聞いてる時に、はい、その下りが結構長かったの。だからおそらく何回もあったわけだよ。それも、うんうん、そういうことが何度もあったんですよじゃなくて、うん、そのエピソードを全部こう語ってくれるわけ。あ、丁寧にね。丁寧に。うん。うん、でそれはさっきも聞いたのと全く同じパターンなんだけどもって言ったら、うん、いや、その日は雨だったんです。なるほどなるほど。雨でも晴れでも来てたっていうことなんですね。そうそう。でそこでね、俺はその彼女にの話に対して、あ、待てよって思ったのは、舌、うん、打ちってさ、うん、そんなに大きくこう、うん、発することもできることじゃないじゃない。そうですね。ね、はい、そんな届かない。うん、それが遠くからね、うん、聞こえてくるって、いや、そんなそれはちょっと。いくらでも自然じゃねえかなってその時にちょっと思ったのよ。だから俺彼女にこう突っ込んだわけ。それをもしかするとその、まあ、あなた自身が何かその気にしすぎたところってのあるんじゃないですかねって、はいはいはい、って言ったらなんかすごい一瞬ムッとした顔になって、うん、え、どういうことですかって言うから、いや、うん、確かにその舌打ちっていう音であるとかね、その時に表情も良くないじゃない、人が舌打ちする時に表情って、はい、だそういったものがその聞こえるっていうのはすごく不快だし、うん、嫌な気持ちなので、あ、またも今日も聞こえるんじゃないだろうか、そう、また今日もなるんじゃないだろうか、あ、やっぱりほら聞こえてきたっていう、そういうことなんじゃないのって言ったら、うん、全然違うっていうのは、うん、全然そうじゃないって、うん、だけど本当に自然に聞こえてくるんだよって、うん、だから左側にで待ってた、今日はじゃあ嫌だから右側に寄ってた、右側の方にちょっと来るんだって。ああ、そうなんですね、うん、ある意味そのストーカーみたいなものだよねっていう、うん、嫌、うん、でしょ、どうよ、ね、舌打ちストーカー、舌打ちストーカー、そう、何もすることなくただただ毎朝舌打ちを聞かされるという、うん、これ気分悪いじゃない、かなり悪いですね、うん、はい、でその今度はやっとそこからその話のちょっとこう色がこうカラーが変わってきてね、うん、である日私がその自分の部屋でねって、ちょっと待って、その部屋でねっていうのはそのマンションのですよねって言ったらそうなんですって。玄関を開けると、まっすぐ廊下がストンとあって、まあ大体当たり前だよね。廊下があって、その左側にお風呂と、まあバスルームがあって。で、突き当たりこう、リビングのドアを開けるとワンルーム。広いワンルームなので。はい。で、そこの、その一角にそのベッドを置いて、まあ女の子らしい、ちょっとこう、しつらいを してたらしいや。そこはね。突然、夜こう寝ようと思って、うん、下の方にあるライトだけにポンとして、でこう横になったんですよ、うん、さっきも言った通り私が住んでた部屋っていうのは真四角な正方形に近いね、真四角なこうリビングにそこの端っこからこう廊下があって玄関がある、この廊下があるわけなんだけど、うん、私いつもその廊下のところのそのドアをこう扉を開けといたんですって、うんうん、ね、するとこうベッドに寝てちょっとこうクッと首を起こすとポカーンとその廊下の間口がこう口を黒くこう開いてる感じになるでしょ、
うん、そっちの方から、はい、って聞こえたので、マジか、うん、で、えっ、ー、ってでもその音とその感覚っていうのね、はい、間っていうのかな、その、ま、あれが紛れもなく私が朝その聞いてるあの舌打ちなんですよ。ちょっと待ってって、その瞬間に私の頭の中にパッとこう浮かんだのは、あ、鍵かけなかったんだろうかって、あ、侵入してきたんじゃないかって、うんうん、って思ったので、うん、うわ、どうしようって身を守るもんなんか何にもないし、かといってなんかホラー映画みたいに布団抱えてこんなことしてても、うんうん、拉致開かないので、うん、私そーっとベッドから降りてって、その廊下の電池も何もついてない状態でそーっとその廊下のことを覗いたんですよって、もちろんそれ何にも誰もいないんですよねっていうわけですね。だけどここで気になるのはトイレと風呂場があるじゃない、はい、それもこう開けることもなく、うん、私はそこには絶対いないって分かったって、なんでかっていうと独特な音がするんだって、その扉を開けると、ああはいはいはい、扉が、うん、だからもう絶対向こうに入ってるってことはない、あ、じゃあ私の勘違いだったんだ、よかった、一応鍵とドアチェーンを確認しとこうと思って玄関のところまで行って、うん、大丈夫大丈夫、ロックもしてあるって思った、その途端なんですよ、うん、私が今いたリビングの方から、うん、って聞こえたんですよねって、その途端私うわーって、もう本当になんていうか、あの時のその慌てようっていうのはもう命の危機を感じた、うん、その幽霊がとかお化けがとかいうことじゃなくて、もう何かの手段を使って、要はその彼が今奥に間違いなくいると、うんうん、ね、リビングの方にいると自分はそう思ったので、もうその場から私部屋から飛び出たんですって。ああそうですね、うん、それでそのマンションに引っ越してから、そこでその知り合ったあるその女の子の友達がいて、海外、はい、ね、はい、でその友達の部屋にピョ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 って行って、うん、どうしたのって、何そんな慌ててんのって、あんた、なんで裸足なのって、うん、ちょっと入れてって入れてもらって、うん、で、こう話を、実はこれこれこういうんでって話をしたら、あ、それおかしいね。おかしいけどさ、だけど、自分が玄関に行ってる間に後ろに回り込むとかって、それはちょっと無理じゃないって言われたんだけど、うん、いや、だけど本当なんだって言って冗談抜きで、本当に私が今寝てたリビングの、あの人たちがしたんだってって言ったら、うん、いや分かったけどそれ110番するとかなんとか、あ、そうだって言って、うん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 、警察に電話して、はい、でおまるさん来てくれたと、うん、でその部屋に行ってみて中にこう見るな、もちろんその人がいたような様子もなければ、うん、もちろん今現在そんな人がいるわけじゃないわけだよ、うん、まあ、とにかく何かあったら連絡くださいねって言って、だけど絶対そんな音がしたんだけどなって、もちろんその姿は見たわけじゃないけど、うんうん、もう警察官はもうまともにはほとんど取り合わなかったらしいよ、その時はね。まあね。うん。で、その次の日だったかな、その次の日だったと思うんだけども、うん、自分はまたその仕事に行くために、その踏切のところにこう、佇んでたと。はい。ね。そしたら、うん、後ろから、いつも以上にその大きな、音でその舌打ちが近づいてきて、うん、って聞こえて、うん、えっと思って自分が振り返ろうと思った途端に、その彼っていつも自分の後ろに止まるんだって、なのに自分の横をスーッとすり抜けて、うん、今下がってる遮断機の中にスーッと潜って入ったんだって、それでその真ん中のところにこうグッとしゃがみ込む感じだったので、うん、うわーで、その時私何したと思いますっていうね、うん、私ね一緒にその遮断機をくぐって中へ行って、その、うん、その子をとにかくそのこっち引きずり出そうと思って、うんうん、遮断機くぐったんですよって、すごい、うん、ところが石みたいに動かないって、でその途端に自分のほっぺたにすごい衝撃があって、うん、同時にこの襟首をすごい強い力でガーッと後ろに引っ張られた、うん、その途端に目の前ブワーって電車が入ってきたらしいんだけどさ、お目の前を、うん、おなんとそれって、はい、たまたまそこにいた人が、うん、ね、その
踏切に飛び込んだその彼女を助けようと思って、まず男の人が襟首をつかみだよね、うん、それで後ろの目になってるその彼女を何とかしようと思って、もう一人のおばさんがほっぺたをパーンって叩いたんだって、はい、そういうことなんですね、うん、その時のその衝撃だったらしいんだけど、うんうん、どこにもその男の子なんかいなかったらしい、いなかった、誰も見てないその男の子が自分の前に入ってったなんてのは見てない。あ、ということは、そうか、その女性が急に行ったっていう扱い、そう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 、一人で入ってって感じだった。だから周りの人たちからすれば、あ、飛び込んだっていう。なるほど、なるほど、うん、へえ、ねえ、いや、どういうことや、どういう目的や、それ。だから最初からもしかしたら、うん、その彼っていうのは私がいた部屋に住んでた人なのかもしれない、うん、だからもしかすると部屋で死んだんではなく、決してその部屋は事故物件ではない、うん、事故物件ではないけども、でも実はそこに住んでた彼が死んだのは目と鼻の先のその窓から見るとすぐ目の前に見える踏切で、うん、自分のことをもしかすると引き込もうとしてたのかもしれないっていうね、うん、そういう、ほら、なんかこんなところにふわふわってくるんだよ。何ですかね。まあ、とにかく、なんかこう、俺、人を救ってくれるようなさ、こう話もあればさ、うん、はい、そういうなんかまるで、ね、自殺事故をこう誘発するような話もあったりするでしょ、うん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 、どういうことになってんのかね、これ本当にね、でも今回のその案件ってね、うん、要は、その男の子が中に入ったのを助けようとして女性が入ったわけでしょ。そうそうそう。ってことはこの人は誰かがなんか自殺しようとしたら助けようとする人だっていうのをある程度分かっててやってる可能性もあるじゃないですか。そうだね。それって人の善意につけ込んで、うん、そういうこと、そういうこと、ね、そういうこと、道連れにとか、うん、一番立ち悪いっていうか卑怯なやり方だなって思いますよね。もう全く、本当、全くその通り、うんうん、でもその女性が飛び込んだ時に、うん、周りにいた人もいい人でよかったですね、うんうん、本当に本当だよ、ね、もし誰もいなかったら、うん、もう終わってますもんね、うん、いやーすごいな、人の善意ってピーナッツ、人の善意はピーナッツ全然まとまらへんなゆで落花生を食べなさい、そしたらもう舌打ちなんてする気にならないよ美味しくて、いや変な話、これ本当に美味しいわ出た変な話どの部分が変やチャンネル登録お願いします。チャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。ゴーストコンテンツ